皆さんこんにちは。セノンプレゼンツプロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネルです。さて引き続きゲストには松中信彦さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。昨年はアイランドリーグ香川で、はい、GM 兼総監督を務められ、はい、今年は話題にもなりましたね。ロッテの臨時コーチとして尽力をされていらっしゃいますが、はい、あのロッテではキャンプからどんなご指導なさってるんでしょうか。そうですね、やっぱりその、まあ、井口監督からお話をいただいてですね、はい、特に若い選手、はい、まあ、同じ左バッターの安田選手だったり藤原選手を、はい、まあ、強化してというか、しっかり教えないといけないということがあったので、まあ、僕なりに、打撃理論というか、はい、ああいう、まあ、練習方法もそうですけども、そういうのを、教えたというか、うん、まあ、シーズン入ったらなかなか結果出てないんですけども、まあ、僕にしてみればやっぱり1年間トータルで、っていうのはやっぱその特に今年は立浪さんだったり河合さんだったりいろんな方々が臨時で入られましたけど、そんなにやっぱりバッティングだったりその守備だったりっていうのはすぐ変わるものではないんですよね。実際これ言い訳とかじゃなくて、やっぱりこうしっかり、だから僕は逆にその臨時コーチをキャンプだけじゃなくてその1シーズンまたさせていただくっていうところではすごくありがたかったですし、うん、まあ、なんとか結果をっていうのはあるんですけども、ええ、うん、今の選手っていうのは、はい、やっぱり自分のこの形というか、で今やっぱりいろんな情報がありすぎるんで、YouTube もそうですし、はい、ただそれをこういろいろこうなんていうのかな、試すっていうか、はい、僕たちの時代っていうのはこれって言ったらそれを常にずっとできたのが、今はもうちょっとダメだったらすぐこういろんなことにこう変わっていくので、なかなかこう継続できないので、まあ、難しいとこだなっていう、僕も今そこのこう壁にぶち当たってるというか、だからキャンプですごく良かったんですよ本当は、はい、安田君もそうだし藤原君も良くて、ただやっぱりこう競争という結果を残さないといけないっていう立場はもちろんあるので、まあ、そこで結果出なかったらやっぱりこう違うことで、多分特に今安田君はそういうところでちょっと迷っている部分があるのかなという、だそこでやっぱりもう少しアプローチして教えないといけないというのはあるんですけど、ただやっぱ僕は思うのはやっぱコーチっていうのはやっぱりこうそういうこう練習方法だったりこうだよこれをしなさいじゃないと思うんですね。あとは決めるのは本人なんで、あまりこう押し付けるってもよくないし、まあ、その辺をうまくやりながらやって結果出ればいいなと思うし、でも出なかったら自分がやっぱ悪いと思うし、まあ、そこはしっかり自分の中で責任を持ちながらですね、やってはいます。はい、まあ、ちょっとこう見守りつつという様子を見ながらという、そうですね、まあ、気づいたことは言わせてもらってるんですけど、はいはい、決めるのはやっぱ本人ですし、ただそこでそのいいアドバイスできなかったらやっぱり自分が悪いし、やっぱり勉強不足だと思うので、まあ、その辺はしっかり責任感っていうか、できないから本人が責任持つんじゃなくて、やっぱりこうアドバイスできながら自分も悪いっていうのはしっかり持っとかないといけないし、まあ、その辺はしっかり責任感を持ちながらですね、はい、残りのシーズンは、やっていきたいと思ってますね。やっぱりどうしても外国人選手だったりちょうど今レギュラー出てる選手っていうのは僕がいくつか挙げた中の一つを取り入れたりとかしてくれてるので、そこはうまくいってるんですけど、でもそこじゃない、はい、ね、ロッテ球団井口監督が求められたらやっぱ安田選手だったり、藤原選手だったり、右だったら山口選手だったり、まあ、ここをやっぱり鍛えてほしいというところだったので、ちょうど、まあ、今オリンピック期間中で、はい、ね、なんで時間があるので、しっかり教えたいなと、はい、思いますね。そうですね、まあ、プロ野球全体へ向けて今の選手に何かこう言いたいということはございますでしょうか。一つやっぱりこう間違ってほしくないというか、はい、バッティング理論でですね、はい、柳田選手だったり、はい、吉田選手だったり、ええ、まあ、もう向こうはもう大谷選手だったり、はい、ちょっと打ち方がこう変わりつつあるんですよ。これはもうプロ野球選手だけじゃなくて小学校中学校高校、はい、アマチュアの
子たちにも言いたいんですけど、うん、あれはあれで、うん、ああやってこう下から打つっていうのあるんですけど、うんはいはい、実際ああやって振ってるわけじゃないんですね。だからなんていうのかな、感覚と映像を一緒にしてしまうと、はい、絶対良くないんです。これだけは勘違いしてほしくないんですよ。見たその形をこうみんなこうどうしても、まあ実際そうやって映像的には大谷君も下からこう振り上げてると思うんですけど、はい、あれを小学校中学で真似されると、全く打てなくなるし、速いボールは全部ファールになるし、はいはい、彼の体の大きさだったり力があるから、はい、でも彼は多分そうやって下からこうやってアッパー気味打とうとは思ってないんですよね。柳田君もそうだし、だからその辺のをやっぱりこう勘違いというか、もうそこがまだ怖いです僕の中では。やっぱ子供たちにたまに教えることもあるんですけど、はい、やっぱこう下から打ち下がるというか。あ、そうですか。多いですか。多いです。あ、それはちょっと怖いというかですね。そういう時にはどうおっしゃるんですか。いや、今みたいに映像と感覚を一緒にしちゃいかない。保護者の人にも言うのは、ちょうど保護者の人は、まあ、小さい時多分、まあ、僕上の人がいるんで、まあ、王会長のバッティングとか多分ご存知だと思うんです、はい、会長も結局こうやって素振りされるんですけど、打ってるのこうなんですよ。でも感覚とやってることを一緒にすると、会長はこうやって振れって僕には絶対言わないかったんで、こうやって振れっ てバットヘッド立てろ、でも会長の現役に見るとこう下からこうやって振ってるんですよ、はい、だから会長も感覚はこうやってんですけど、こうやってなってるっていう、やっぱそこをやっぱり理解しないといけないですね、はいはい、だから実際上からバット叩かないといけないんですけど、ヘッドが重いからこうやって下がるっていう、それをこうやって打ってるだろうみんなってなると、もっと下がってくるから速いまっすぐに詰まるし、まあ極端に言ったらポイントを近くで、ポイントを近くにしてるってなると、近くまでやってここで打とうとする選手がいるんですね。いや、そこじゃなくて、そこで捉えたやつがここで当たるっていうのが本当のことであって、そこを勘違いしてる選手がいます。だから振り遅れた、だから僕が常に思うんですけど、まっすぐをやっぱりこうこっちにファール、まあ今安田君がそうなんですけど、もうちょっとポイントを前にすればもっとさばけるんですけど、やっぱ近くに近くに入れたいっていうことがあるので、まあ、そこの感覚だから実際捉えるとこはそこなんだよと、はい、でも打つとこはここで合ってると、でもここまで来たからここで打てってなると違うんですね。そこの感覚のなんだろう教え方っていうところが、そうやって教える人もいるし、でもそこを分かるんですよ。ここで打たないといけない、自分の体のところで打たないといけない、はい、あるんですけど、実際ここまで150キロここで来てパンって打てるかって打てないわけで、そこのところでもっと前で自分で捉えて打つときにちょうどここに来るみたいな、ここをちゃんと教えないといけないっていうのがあるんですけど、なかなかそういうのがやっぱり今これだけの情報があるので難しいところですね。だからやっぱりその感覚と映像を一緒にしないようにしてほしいなと思います。はい、というところですね。はい、前回鈴木孝則さんも出ていただいて、まあ、全く同じ話になったんですけど、はい、で実まあ、広い広場でやったんで、実際孝則さん打っていただいたんですけども、はい、まあ、野球教室いろんなところ行くと小中、まあ、指導者も視聴者いるんですけど、はい、本当に沿ってもこんなスイングしてる子供が非常に多いんですけども、はい、感覚、まあ、練習の部分でやっぱり意識するのはもうやっぱりヘッドトップの位置から最短距離っていうのは、そうですね、まあ、最短距離でやるとそうやって打つ子もいるんですよね、うん、あのまあ、やっぱ左だったら何を言いたいかだったら、自分の左肩が早く出てこないようにするために振りなさいっていうと、まあたまたまバットがこう下から来たりとかで、何を言いたいかって言ったら、今の野球っていうのは昔と違って、上になればなるほどボールが曲がるカットだったりツーシームだったり、まあ、そうなると今の軌道っていうのは、昔はこうやって最短でいけるになると点でしか当たらないので、ちょっと曲がるとゴロになったり空振りするんですね。でも今っていうのはこう面でずっと打たない、打てることによって曲がっても当たるんでファールになってもう一回チャンスが来るという、はい、その辺がこうバッティング理論っていうのは変わってきてるんですね。だからやっぱりみんなこうやって
面を長くするんで最後はこうやって当てたら大体上に行くんですよ。昔はこう叩けてたらそのまま叩くんで下になってこうやってくるんですよ、はい、その違いなだけなんですよ。それを勘違いして下からこうやって振ろうとするんで、あのおかしいことになってるっていうのが今のそのバッティング理論ですね。今年もオリンピックイヤーで真っただ中でありまして、はい、まあ、野球はちょっともうあの決勝も終わっているのかなと、ね、はい、あのこの回が放送される頃はというところでもあるんですが、松永さん社会人時代96年のアトランタオリンピック、はい、日本代表で、1話でもちょっとお話しいただきましたが全日本の4番を、はい、になって銀メダル、はい、貢献されましたが、あのアトランタはどんな大会、どんな舞台でしたか？いや、 やっぱりこう野球人生というか、 あのあそこでやっぱ結果出たことによってやっぱりこう逆指名でホークスにも入ることができましたし、やっぱそのなんだろうな、やっぱりその日の丸のこの重みというか、ずしっとくる重みというか、まああの経験があったからやっぱ WBC っていうのもですね、世界一になれたっていうのもあるし、やっぱりその日の丸つけて戦う心構えというか、いうのをすごく教えていただいた戦いでしたね。やっぱそれがプロ野球にもつながったし、はい、やっぱりその団体競技、野球団体競技だし、うん、やっぱこうチームが一つにならないと勝てないんだっていうところがすごくこう考えさせられたのがアトランタオリンピックでしたね。プロ野球のプレーオフ短期決戦も幾度となく経験されていらっしゃいますが、はい、その代表戦での短期決戦というのは全く違うものですか？やっぱり日の丸をつけてのとそのプレーオフっていうのは全く違いますね。あの重みがやっぱ違います。やっぱり日の丸っていうのは本当に国を代表していって、はい、特にやっぱり野球っていうのはまあ、僕の中で国技だと思ってるんですね、やっぱりこう勝って当たり前というか、はい、まあ、そういうのをすごく感じるんですよ。だから余計にやっぱり勝たないといけないし、はい、自分の成績よりもまず評価されるのは金メダルだというところなので、う、まあ、そういう部分ではすごくこうプレッシャーというか、まあ、アトランタもそうですし、はい、WBC もそうですけども、やっぱ4番打たせていただいて、はい、もうその重圧というかですね、うん、すごくありましたね、はい、2006年の第1回の WBC はあの出発の際と戻ってこられた時の雰囲気というのは違いました？いや、もう全然違いました。全然もう行く時はですねこ日本から出発の時は韓国に負けたんですよ、はい、で飛行機も違うし、あ、フルフラットじゃなかったですし、あ、なるほど帰りはフルフラットです、はい、もう本当にもうすごく館内というか飛行機の中でもおめでとうございますって言われたし、まあ成田に降りた時のね、あのファンの人たちのもう人の多さとマスコミの多さと、もう周りの人たちのこの変化というかすごく感じました。世界一になった実感を、はい、もう相手にされない人たちも相手にされるというかです、ね、あのしていただけるか、はい、もうすごく変わりましたね。いや、確かにもう日本全国大変なことになっておりましたが、はい、いやいや本当にですね、もうあの時も予選敗退じゃないかっていうね、先ほど宮本さんがと一緒に、おい信彦お前どうやって帰ろうかっていうことを話して、アナハイムからサンディエゴに行くバスの中で話したのを覚えてますね、はい、もうどうやって帰るやろ、飛行って言ったのもすごくその心配心配でしたね。やっぱり戦えるぞって、はい、はい、いうのあったんで、うーん、日本代表を率いていたのが王監督でもありましたが、はい、どんなことがその当時は印象に残ってらっしゃいますか、2006年。いや、それこそ予選敗退じゃないかっていう時に、まあ、サンディエゴに移動したんですけど、まあ、そこでアメリカが負けたと、はい、うん、アメリカ負けたんですね、うん、メキシコに、うん、でその時に集合かかって、うん、会長一言目が一番印象で、俺は絶対予選通過すると思ってたって言うんですよ、うん、みんなえみたいなどう考えても無理だったよねみたいな感じで、
もうなんかそれでなんかなんだろう、一致団結というか、やっぱね、大貞治すげえみたいな、はいはい、こうやるしかないだろうみたいな雰囲気になったのがすごい思い出ですね。もうみんなやっぱり正直な、もう本当データ的にも、でもう なぜかっていうと、メキシコがその対戦する前にもあそこアナハイムにディズニーランドあるんですよ、はい、そこで休日も家族でもう全然、もうメキシコはもうほら予選敗退なんで、もうなるほど家族サービスしてたんで、これでアメリカとして勝てるわけないだろうっていうのがもう分かってたんで、もうどう考えてももうアメリカが行くだろうというのがあったんで、もうほぼ難しいなっていう感じで移動してたんですね。でもそこで会長が言ったことによってスイッチがまた入ったんで、まあびっくりしたんですけど、あれですごくこうまたチームが一つになって、今度こそ韓国を倒すぞみたいになってですね、いう感じの大会でしたね。だから韓国に準決勝勝ったもう時点でもうキューバに絶対勝てるという感じはもうその雰囲気になったので大会でしたね、はい、見事に、まあ、日本に帰ってきた際の、はいね、フィーバーもありそうですね、そういうところでホッとされたいやホッとしてなんかふわふわしながらシーズンに入りました、ね、あ、なるほど、はい、ね、大変なシーズンでしたよね、はい、はあ、まあ、そういった代表戦での短期決戦に必要なことっていうのは振り返ると何でしたか。いや、もう先ほど言うように、もうその評価されるっていうのはもう金メダルなんですよ、はい、日本代表っていうのは。だから僕はすごくありがたかったのは、宮本さんだったりその通り谷繁さんだったり、まあ、控えに回る方が僕たち相手にこうバッティングピッチャーしてくれたりとか、だからやっぱチームが本当に一つになって、はい、そうですね、一人でもその輪の中に入らなかったら崩れていくんですよ、日本代表って、はい、それぐらいやっぱり一致団結しないと勝てないっていうのが日本代表なので、もうそれがすごく大事です。だから自分が打てないからシュンとしてるんじゃなくて、打てなかったら頑張ってくれとか、もう盛り上げ役に徹するとか、打てなくてスタメンが外れても何ができることないかとか、なんかそういう、こうチームワークというかのがすごく大事ですね、はい。ということで、まあ、これがアップされる頃には、まあ、日本代表の結果が出てるかなとは思うんですけれども、はいはい、今の私たちの時点では、ね、楽しみに、はい、そうですね、もうされる時には金メダルでですね、みんなでこうしておきたいですね、はい、もうその、まあ、でもそれぐらい、うん、自国開催なので、はい、そうですね、やっぱりプレッシャーはかなり、また多分あると思うし、やっぱりそのプロのトップレベルがね、集まっての本当の大会ですし、で今回は特にそのチーム数がそんなに多くないので、余計に勝って当たり前っていうことは多分皆さん思われてると思うし、それがあるから余計に稲葉監督もそうだし、選手もそうだし、多分すごいプレッシャーの中で戦うと思うので、はい、なんとね、こう放映される時には、放送される時にはなんか金メダル取ってほしいなと。そうですね、はい、で、はい、終わってほしい、終わっててほしいなと思いますね。そうですね、はい、はい、その思いをちょっと届けて、はい、ここから届けたいと思いますが、さまざまプロ生活、そして、代表戦のお話までたっぷり伺わせていただきまして、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ございます。ということでですね、松中信彦さんにお話を伺ってまいりましたが、最後に今着ていらっしゃいますこちらの OB クラブの T シャツにサインを入れていただきまして、プレゼントをさせていただきますので、ご応募は概要欄からチェックをしてください。ということで松中信彦さん、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。 OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101107
110いきます。111。ピンピンピン。